はい、どうも大した秋葉でございます。いつもありがとうございます。ということで今回もやっていこうと思いますけども、このチャンネルでは1960年代、70年代、80年代、90年代の音楽やアーティストを中心に、僕がですね、誰からも頼まれてもないのに勝手に解説するといった、まあそういったチャンネルになっておりますので、ぜひお時間ある方見ていただければ幸いでございます。ということでですね、まあ今回もやっていこうと思いますけども、もう今年1年コロナとかも大変でしてね、もうね、あと残り2ヶ月ということで早いなって思うわけなんですけども、まあ今回のはですね、こう今日一日頑張られた方とかね、あ、今週1週間頑張れた方とかね、まあそういったテーマでね、ちょっとあの僕の好きな曲1曲紹介したいなと思うんですけども、いつもならこうね、12月の暮れ、年末とかに今年も1年お疲れ様でしたなんか言うんですけども、まあもちろんそれも言うんですけど、ただですね、もうなんかこの時期に、この季節になるとですね、こうなんかこうなんていうのかな、もういいやみたいなね、なんかもう今年はもうなんかもう頑張ったなって、皆さんいろいろ僕も感じる部分はありまして、本当にこうね、見てくださってる方々だけではなくても、本当にいろんなところで頑張られてる方とか、大変だった方とか、辛い思いをされてる方とか、いっぱいいると思います。そしてまあもう今年はね、まあもちろん頑張るところは頑張るんだけど、もうそんなに力入れなくてもいいんじゃないかなと僕は個人的に思いましてね、まあ僕なんかもね、本当にこうメンタルがめちゃくちゃ弱いものですから、こう詰め込みすぎるとすごくいっぱいいっぱいになってすごい大変なんですよね。で僕も結構メンタル、豆腐メンタルなんでね、すぐパリンってやられてしまうみたいな感じですね、すごいうつ病になったりとかするんですけども、まあそんな時にはやっぱ音楽ということで、このチャンネルにはやっぱり音楽があるだろうという、我々音楽好きからしたらもう音楽によって助けられるし、まあ音楽がこれからの人生導いてくれるということでですね、まあ今年1年お疲れ様というね、意味も込めまして、残り2ヶ月、まあ頑張りすぎずに、なんとかやっていこうじゃねえかっていうね、このなんかなんとも言えない、ちょっとね、気分がどんよりしてしまうこの季節感にちょっとぴったりな歌を、紹介したいと思います。今回ブルーハーツのですね、まあ夕暮れという歌でございまして、これ1993年にブルーハーツが出された17枚目のシングルでございますけどもね、これはね、まあブルーハーツの音楽っていうとやっぱりこうね、すごい歌詞のもまあ哲学的な魅力みたいな、まあそういった河本さんのものがあったりとか、まあマーシーの書く曲がすごいかっこよかったりとか、まあいろいろあるんですけども、でやっぱり全体的にね、こう強いこうメッセージ性がね、なんか頑張れとか言ってますけども、頑張って前向いていこうぜみたいな、こう強気なね、なんかメッセージ性、そういったものがすごく有名なんですけども、今回この夕暮れという曲はですね、まあもちろんこの頑張れという要素に一見聞こえてしまうんですけども、まあただ疲れた時は休んでいいんじゃないのって、別に今日今休んだからそんなにね、なんか休んだってそんなに大きく変わるわけじゃねえだろみたいなね、まあそういった歌詞がね、僕はメッセージ性としてあるのかなと思いますけどもね、ちょっと歌詞ご紹介したいと思います。はっきりさせなくてもいい、あやふやなまんまでいい、僕たちはなんとなく幸せになるんだっていうことでね、別にね、なんかもう今年1年終わって、なんか1年のね、なんか暮れになるとね、俺今年に立てた目標全然達成してねえやとかね、今年ね、これやろうと思ったのにまだまだできてねえや、こんだけ目標達成するってのにまだまだだな、残りの2ヶ月頑張ってね、追い詰めてやらないとって思うと、もうね、大変になってね、12月疲れて気分病んでしまったりとかするんですよ。だからね、もうここまで来たんだと、ここまでやれることやったんだから、もうあと2ヶ月はもうなるようにしかならないだろうというようなね、意味だと思うんですよね。こうはっきりさせなくてもいいんで、あやふやでもいいからね、僕たちはなんとなく幸せになって、こう来年だって幸せになるかもしれないね、今年2ヶ月もどっかでまた幸せが訪れるかもしれない、だからそんなに根詰めずにね、こうね、はっきりさせなくてもいい、あやふやでもいいよっていうことだと思います。はい、続いて、何年経ってもいい、遠く離れてもいい、一人ぼっちじゃないぜ、ウィンクするぜっていうことでね、まあね、まあこれ遠く離れてもいいね、自分の夢とか自分の成し遂げたいことが別に今すぐじゃなくても、いつか必ずね、なんか報われる時が来るし、今ね、死ぬほど焦ったってしょうがないだろうというようなことだとも思うんですよね。そして一人ぼっちじゃないぜってね、あのなんていうのかな、こうこの季節っていうか、10月11月のね、この微妙なちょっと寒くなってきた季節って、すごいこう孤独というものにね、ちょっと敏感になるというかね、季節だと思うんですよ。なんか、人肌恋しいってよく言われますけども、まあそういった季節でもあって、で、一人ぼっちだなって、まあもちろんあとコロナとかもあってね、なかなか人と会えないっていうような状況がね、皆さんずっと続いてきたと思いますし、一人ぼっちだなって感じてしまう人も多いと思うんですけども、一人ぼっちじゃないんだということをね、言ってると思います。はい、続いて、夕暮れが僕のドアをノックする頃にあなたをギュッと抱きたくなる。
ということでね、やっぱ寂しくなるんですよね、この季節のこの夕暮れ時っていうのはね、まあやっぱりこう歌のこのね、あの歌詞の世界観の中で夕暮れ時っていうのは寂しいっていう、まあなんかそういうね、なんかあの概念がね、まあ日本人特有なのか、まあでも海外もそうか、全世界そうだと思うんですけど、夕暮れっていうのはなんかちょっと寂しくなってね、あの人に会いたいなって思ったりとかする。でこの表現がいいですよね。夕暮れが僕のドアをノックする頃にあなたをギュッと抱きたくなるっていうね、この表現がまたいいなと思います。はい、続いて、幻なんかじゃない、人生は夢じゃない、僕たちははっきりと生きてるんだね、幻なんかじゃないね、本当にこのね、僕たちは今生きてるということが、ね、あのあるから、こうやって悩んだりもするし、生きてるからこういう辛い思いもする、人肌恋しくなったりもする、幻なんかじゃない、生きてるんだということだと思います。続いて、夕焼け空は赤い、炎のように赤い、この星の半分を真っ赤に染めたということでね、この表現もまたいいですよね。赤い、炎のように赤い、この星をね、この地球というものを半分に真っ赤に染めたっていうね、まあ半分が夕暮れになってるってことなんですかね。まあこの赤というものが、このなんていうか、湧き立つ情熱というものと、そして寂しさというものが相まって、なんかよくわからない不思議なパワーになってるんじゃないかなって僕思いますけどもね。はい、続いて、それよりもっと赤い血が体中を流れてるんだぜということでね、すごい夕焼けが赤くてですね、なんかこう寂しくもなるし、ただ情熱の赤にも見える、自分のね体内の中には赤い血が流れて生きてるんだということですよね。流れていて生きてる、どんなに辛くても、どんなに寂しくても、どんだけ夕焼けが僕の心のドアをノックして、あの子に会いたいという孤独感が増したとしても、そしてどんだけ成功したいけどなかなかうまくいかなくて今年も終わってしまうと嘆いていても、それよりも赤い血、本当に赤い生きてるという血が僕らの体内には流れてる、だからまだ終わりじゃないんだ、生きてるんだ、別に来年でもいいじゃねえかということだと思います。はい、そしてまた同じですね、夕暮れが僕のドアをノックする頃にあなたをギュッと抱きたくなる、幻なんかじゃない、人生は夢じゃない、僕たちははっきりと生きてるんだと。はい、ということでね、まあ、すごくこうね、なんか生きてるということが、ね、しみじみと伝わるような歌でございますけどもね、僕も本当にこの10月11月本当に憂鬱になってしまいます。なんかね、なんていうのかな、こう誰かに会いたいとか、そういう気持ちももちろんあるんですけど、孤独というものがすごく顕著に出てくるような季節でですね、まあ歌なんかも聞くときもやっぱりこういうちょっとね、なんかこう癒しというかね、慰めてくれるバラードチックなものっていうのを僕結構好んで聞くんですけどもね、なんていうかね、こうやっぱ日本人のこの四季感覚っていうかね、春夏秋冬の、なんか、それぞれのストーリー性みたいなのは本当にこういう文化というか歌とかそういうものにすごく相性があってですね、本当にいろんな感情を引き出してくれるというのが、まあ日本人特有の音楽かなと僕は思うんですけども、まあこのね四季感覚ってすごくいいんですけどもね、まあただですね、皆さんも本当にね、今年1年も、あと2ヶ月ということで、まあ僕も皆さんのご期待に添えるように、こういった動画を撮っていきたいと思いますし、皆さんもね、まあこういった別に僕の動画見なくてもいいんですけどもね、音楽とか、聞きながらその季節に合った音楽を聞いて、頑張りすぎなくていいんだなって、ね、皆さんもなんか、根詰めすぎずに生きていきましょうということでね、なんか、大変になっちゃうんで、もう適当でいいんですよ、適当というかね、適当って言うとちょっとあれですけども、あんまりね思い悩みすぎずに生きていけばいいと思いますし、僕も人のこと言えないんであれなんですけど、まあお互いなんとか、励まし合いながら、歌に励ましていただきながら、そして僕もこの励ましてくれた動画を皆さんに共有しながらね、歌をね、皆さんにもぜひ、なんていうか、残り2ヶ月、今年1年、楽しんで生きていただければなと思います。ということで、今回以上です。ありがとうございました。